持ち瀬駅は、鳥取県鳥取市持ち瀬町持ち瀬にある、西日本旅客鉄道員備線の駅である。恒例行事の流しびなによって知名度の高い駅だが、通常は特急列車は停車しない。ただし、旧暦の3月3日に行われる流しびなイベント時に一部の特急列車が臨時停車する。かつては急行停車駅であった。島式ホーム一面二線を有し、 列車交換が可能な地上駅。駅舎側とホームは、鳥取寄りの構内踏切で連絡している。駅舎側の1番線を上下本線、2番線を上下副本線とした一線スルーとなっており、通過列車は上下線ともその1番線を通過する。木造駅舎が残っている。改札外に男女別の推薦式便所がある。鳥取鉄道部管理の無人駅であり、以前は、 駅舎内に自動券売機が設置されていたが、すでに撤去されている。通過列車は上下線とも一番線を通過するが、停車列車は原則として、下りが一番乗り場、上りが二番乗り場を使用する。ただし、下り列車で対向列車が通過列車である場合などは二番乗り場を使用する。鳥取市統計洋欄によると、2019年度の年間の乗車人員は3.0万人で、 一日平均の乗車人員は82人と算出できる。近年の乗車人員の推移は以下の通りである。ありがとうございます。